桥本南东方向的行车，请
急発、特急2号橋本行きです。途中、九度山、神室に止まります。橋本には12時29分に到着します。発車まで、しばらくお待ちください。皆様にご案内いたします。車内に、お手洗いはございません。なお、天空車両には皆様、お待たせいたしました。本日は、高野花鉄道天空をご利用くださいまして、ありがとうございます。次は、九度山です。九度山の次は、神室に止まります。なお途中の紀伊細川駅にて電車行き違いのため停車をいたしますが、扉は開きませんのでご注意ください。神秘の天空都市高野山の旅はいかがでしたか。高野山は開山1200年を迎え、今後ますます注目されることと思います。皆様のまたのお越しを心よりお待ち申し上げます。さて、現在標高530メートルの地点から24ほど飛んでいると急勾配、急カーブの山の中を下り、標高92メートルの橋本駅を向かいます。登山鉄道の魅力な一般と天空の旅をどうぞお楽しみください。皆様にお願いいたします。これからの区間は列車が左右に揺れますので、車内通行の際はご注意ください。2号車の援護デッキをご利用の際は、危険ですから絶対に顔や手を出さないようにお願いいたします。また、車内での携帯電話のご使用はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。
出口は左側です。扉にご注意ください。